三熊の神社は、岩手県花巻市に鎮座する神社である。正式名称は、熊の神社。木の国の熊の三山から誕生されたと伝える、イザナミの命、ことかい男命、早玉男命の見柱を祀る。社殿によれば、坂の上の田村麻呂が、対江戸戦争に際して、そやつの森に登って、木の熊の三山に戦勝を祈願し、 戦勝後の延暦21年にこの地に散々の神を勘定して創始したという。また、公平5年に、源義家が、前9年の役で、安倍佐党を追撃した際にはか屋を奉納して、戦勝を祈願し、大雨平天を叶えたとも言う。中世には、我が主から車両70国を寄進され、江戸時代になると現が4年に、南部半藩主、南部と市直より、 車両23国が安堵された。近世には、熊野権元宮と呼ばれ、境内に隣接する、美沙門堂の鎮守とされ、古くから共に、熊野山なる島寺を別当としていたが、明治初年の神仏分離でな島寺を廃寺とした、際に独立し、美沙門堂とも分離した。旧社格は孫社。 泣き相撲土俵9月19日の霊祭に奉納される12番相撲式は、幼児による泣き相撲として知られる、相撲神事で、鎮座地の南を清流する猿返し川を境に、南北に分かれる、北南、両鳴島集落のそれぞれから長男で、数え年2歳の幼児6名宛てを力士として選び、本殿脇の土俵上で対面させる。本殿における霊祭の後に、 土俵へ移り、正面に張った幕の前に、宮司や、検査役が着座し、南北両なる島集落の力士が、両親に抱かれて、北方、方それぞれの位置に着座してから開始となる。諸役は両集落から、相撲親方各一名、酒番各一名、釈立各二名の、計八名と、力士十二名。 親方役は世襲で、門付け、袴に神しもを起し、酒番は、門付け、袴姿、釈立は、過去に相撲式を経験した十二歳の男子が選ばれる。親方と酒番は襟に扇子を刺す。はじめに、釈立による杯付きが七度、五度、三度と三回、繰り返される間に、親方が、扇取組行事、手っ取り行事を行い、 それが終わると12番相撲の取り組みとなる。酒番が、親から幼児を抱き取って親方へ渡すと、親方は幼児を抱いて、土俵中央に進んで向かい合い、よいよの掛け声で三度双方の抱く幼児の顔を合わせ、先に泣き出した側を負けとする。6番の取り組みが終わると相手を変えて、再度6番の取り組みを行い、都合12番の取り組みを終えると土俵から四方に、餅が巻かれる。 両集落の勝敗は十二番を総合して判じ、勝った側の集落には、方策がもたらされるという。本来は、桜内の真事であるが、現在は、幼児の成長を祈る意も込められる。伝えによると、坂の上の田村麻呂が戦勝の祝縁をこの地で開いた、際に両集落の若者に相撲を取らせ、田村麻呂が勝った側の集落に方策を約束した。 ことに由来する神事であると言い,い、その後も両集落の青年によって行われてきたが、勝利した集落の方策が約束されているために、流血を見る場合もあり、宝永3年から幼児による泣き相撲に変えられたという。平成5年に、花巻市の無形民族文化財に指定された。現代になって5月上旬の3日間に、美写門堂で行われる美写門祭りにおいても、 全国な絆大会と称して催されるようになったが、そちらは参加資格を2歳以下の男女とし、全国からの参加者を募るものである。本殿は桁雪三軒、張り間二軒の切り妻作り、平入りの三社前面に、桁雪三軒の吹き放ちのひさしが接続し、さらにひさし中央に一軒幅の後輩を設ける。以上、屋根は、鉄板武器でひさしの屋根は、 三社屋根から一続きに吹き下ろす、流れ作りの形式は取らずに折れながら接続する、形態を取る。なお、三社の胸には地儀、カツオギを備える。建築年代は不詳ながら、久しや、後輩の高齢の木花に見られる。栄養彫刻に、室町時代の地方的作風が伺えることから、その時代に遡るものと推定され、当時成立したと見られる。 得意な社電形態を止めている。日差しと後輩柱とのつなぎとして過端に3箇所の、うばらのあるアーチ状の変形エビ工業を用いている。点も珍しく、衣装的に見ても優れたものがあり、昭和54年に、岩手県の有形文化財に指定された。ただしその際の修復で、屋根形状の原型を失っている点は惜しまれる。拝電は、 ケタき張りリマト三県の入りも屋づくり大来り岩手県指定有形文化財花巻市、指定無形民族文化財なる島美写門堂。法人名は、美写門堂。坂の上の田村麻呂または、園人の会期と伝えるが、創建の経緯は定かでない。5月上旬の3日間に、美写門祭りが開催され、全国から2歳以下の幼児の参加を募って、 土俵上で対面させ、先に泣いた方を負けとする、全国な絆大会が行われる。重要文化在庫の記事は、以下のカテゴリでも参照できますなる島寺に関する、カテゴリー。ありがとうございます。